必要ないわ。あー早く電車来てほしいって思いながら、やばいやばいやばい、本当に眠いっていう状態だったんですよ。もう今にも夢の中にな行ってしまいそうなぐらいガチ眠くて、なんかそのまだ電車の中でさ眠いならさ、追っかかる、こう追っかかるさ、この背中とかがあるじゃないですか。でもその普通に待ってる時ってただ椅子に座ってるだけだから、追っかかるところがないじゃないですか。追っかかるところが、そう追っかかるところがないから、あのやばいみたいな、もう携帯も落ちたし携帯も落ちたし、ガチ眠で、なんか久しぶりにこんなにがっつり眠くて、なんかあ眠いなーって思うぐらいならあるけど、ここまでなんかもう意識がどっかに行っちゃうぐらいの眠さが久しぶりで、それでやばいやばい電車早く来てって思って、やっと何分何十分も待って電車が来て、あやっと寝れると思って、やっと寝れると思って、もうそれから記憶がないんですよあやっと大爆睡できるって思って席に座って、もう一瞬で多分爆睡したから、そこからの記憶がなくて、とりあえず多分ずっと爆睡してたんだと思いますとりあえずずっと爆睡してたんじゃないかなって思います。そうで、なんか途中でね、なんだっけ、途中でパッて目が覚めた時にその電車が止まってたので、えここ何の駅だろうと思って、ここ何の駅だろうと思ってパッと見たら、えここどこみたいな、ここどこ待って、ここどこ待って、私は今寝過ごしたって思って、寝過ごして違う駅に行ったのかと思って、全然知らない駅だなと思って、どここの駅初めてな見たみたいな感覚に陥ったんだけど、よくよく考えたら普通にいつも通ってる駅だったんですよ。普通にそのいつもその私が通ってるはずの駅で、もう寝ぼけてて、それでもう荷物持って降りようとして、その荷物持って降りようとして、そういつも普通にその私がこう着かなきゃいけない駅までの間にあるその通ってる駅なはずなんだけど、寝ぼけてたせいでどこみたいな感覚になって、早く降りなきゃみたいな、どこか分かんないけど、とりあえず遠ざかってしまうと思ったから、とりあえず私が降りなきゃいけない駅から遠ざかってると思ったから、とりあえずこの駅で知らないけど降りなきゃと思って荷物の準備したんだけど、よくよく考えたら普通にいつも通り通ってる駅だったっていうしかもあの電車の中に誰もいないんですよ。電車の中に誰もいないから逆に怖くて、なんかしかもそこが無人駅だったんですね。その駅が無人駅で、もうなんかもう今にもお化け出てきそうな雰囲気満盛りだったんですよ。電車の中に誰もいないし、なんか駅めっちゃ真っ暗だし無人だしみたいな、だから今私は何してんだろうっていう、どこにいるんだっていう感覚に陥って、めちゃめちゃ焦ったっていう、そう電車一人っていうね。そうだからすごいここどこってなって、よかった大丈夫でした、なんとか。そうめっちゃ焦ったけど全然大丈夫だった。全然そのいつも通り通らなきゃいけない駅なだけだったんですけど、なんかもう寝ぼけて周りに人がいないのと、その駅がめちゃめちゃ真っ暗で無人だったっていうのだけめちゃめちゃ覚えてでそれが多分怖くて、なんかここどこっていう感情になっちゃったんだと思うそう、そこで降りてたらさらに待たない、いやそこで降りてたら変な、もう今頃多分ショールームできてなかったもうねえ、もう
やばいよね普通に。よかったです、よかったです。そう、いやもう寝過ごしたんかと思った。寝過ごしてもう全然違う駅に行ったんかと思って、自分の降りる駅を過ごしてもう今遠ざかってるところなんだと思って、そうだからとりあえず早く降りなきゃって思ったの。そう、こんばんは。そうなんですよ。いや、よかったです本当に。寝ぼけてたけど、あ、ちゃんとその降りる前にちゃんと確認してよかったです。降りる前に確認してこんばんは。そう、乗り過ごしたと思った。乗り過ごしてもう全然違う駅まで私は連れて行かれちゃったのかと思ったんです。そう、連れて行かれたかと思った本当によかった、本当によかった。そうね、昨日マツパするためにね、結構ね朝方に寝たからそれが悪いんです、自分が悪いんですけど、でも今日はそのマツパをしたおかげでもう何も怖くなかった。公園何も怖くなかった。もうめっちゃ汗大洪水だったんですけど、もう汗の量が今日いつも以上に半端じゃなくて、もうべっちょべ、もうシャワー後みたいな顔になったのに、今日一度もまつげを直しておりません。やばいよやばいよ、一度もまつげ直してないんだよ、やばない、助けて。これはもう一生マツパから離れられないこんばんは、はじめまして。昨日から気になり押し始めました。え、嬉しい、本当ですか、ありがとうございます、嬉しい、よろしくお願いします、嬉しい、ありがとうございますヤヒ推しの方多かった。そう、今日すごいね、サイリウム振ってるくださってる方がすごく多かった。嬉しかった、ありがとうございます。めちゃめちゃね、めちゃめちゃピンクと緑振ってくださってる方多かった、ありがとうございました、テンション上がりました笑い方が汚いって本当ですか違います違います、今日昼公演でね、なんか昼公演でナイさんが MC 何話そうって言ってきたから、いや私の好きなところ話してくださいって言ったら本当に話してくれて、本当に話してくださって、なんかわ私の笑い方が汚いって暴露されたんですけど、違いますよ、それはのえさんのなんか幻覚です、幻覚、幻聴幻聴です。私笑い方ウフフフフっていうとても可愛らしい笑い方しかできないから、新アナゴありがとうございます。うんうん、初の私がありがとうございます、ハートありがとうございます。そうそうそう、ノエさんがこう持って話してるだけなので、全然私はウフフフフっていう笑い方なので、普段全然違いますよ全然そんなことないです、全然。こんばんは。
そう。なんかついてる。こう。公園でたくさん目があって嬉しかった。わあ、嬉しい。ありがとう、見てくれて。どんどん楽屋芸人が暴露されていく。うん、私はすごい楽屋でもいつもおほほほほみたいな人なので、そんなことないですよ。そんなそんな。正面にヤヒが来てにやけちゃった。わ、嬉しい、ありがとう、嬉しい。貝殻ありがとうございます。でありがとうございます。暴露とはその今日の公演でノエさんが私の笑い方が汚いっていう暴露をしたんですよ。モノマネまでしちゃって、もう全然似てない、全然似てない、もうあれの反対です。どうも180度違うから。うんうん、公園行きたいけど新潟遠いんです。だから SNS やモバメチェックしか。わあ、嬉しい、ありがとう。ぜひぜひね、いつかなんか機会があったらぜひ会いに来てください。ぜひぜひ、ありがとうございます。どんなひろすちゃんも好きで、あ、本当？私がどんなに汚い笑い方でも好きですか？私がどんなに汚い、どんなに汚い笑い方でも、いや別にそんな心配ないけどね、私の笑い方はとても美しいの。ほら、もうなんてなんてお嬢様の笑い方なの私。だってこうやって手をこうやって支えてうふふってうふふってハートありがとうございます。ここ来月入れるといいな。わあ、嬉しいね。来月たくさんできたらいいな。今月ね1回しかなかったのでね、山ここは。山ここ公園初めて見に行ったけどとても良かった。わあ、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。そう、本当にうんって感じなので、皆さん全然そんな心配する必要ないです。この配信の私がね、配信の私が本当の笑いですから。ノエさんにさ「笑い方汚い」って言われるの本当面白いよね。相当汚いんだろうな。だってなんか人生なんか初めて笑い方汚いって人に言いましたみたいなノエさんが言ってて、私そこまで汚いかな、そこまで汚いかな笑い方。今日山ここ4回目だったけどだんだん良くなるよね。わあ、嬉しい、本当にありがとうございます。山ここは劇場で見ると鳥肌もの。わっ、嬉しい、嬉しい、嬉しい。今県外でも劇場申し込め、そうですね、今は県外の方でも申し込めます。ぜひ会いに来てください。18日劇場でやるの楽しみにしてる。うん、嬉しい、そうだね、次の公演は18日です。はるか村めっちゃ久しぶりすぎて、待って何も覚えてないわ、やばい。はるか村を思い出し出さないと。
ハルカ村何も覚えてないわ。振りもやばい。マコガの T シャツってそれぞれがみんなで描い、そうそう、それぞれ自分の自画像を描きました。うんうん、こんばんは。今ここ見どころ満載なんだよね、マジで。来年は入りたい、来年じゃない、来月は入りたい。嬉しい、ありがとう。いや、ほんと山ここ楽しい、山ここ楽しい。公園よかったよ、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんもご一緒にの、はじめのやひちゃんいつも楽しみにしてます。あ、嬉しい。今日は昼公演はこうやってかき氷作りました。で、夜公演はこうやって目隠ししてスイカ割りしました。夏らしいことしました。8月最後の公演なのでね。月末はチクラ、そうだね、ちっちゃいもんクラブ公演も月末、青の生誕祭もね決まったしね。公演ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとう。今月ないのが悲しいね。あずみメール来てはたくさんありがとうございます。こちらこそ見てくれてありがとう。山ここでヤヒの汗をもらうのが目標です。いや、本当にやめた方がいい、腐るってこの間言ったでしょ。もう山ここは私本当に汗を飛ばしちゃうの。だから本当は1セリのつま先にいないといけないんだけど、2セリまで下がってるからね。ここは絶対に汗が飛ぶって分かってるところはもう後ろ目に立って踊ってるんですよ。ほんとやめた方がいいよ、私の汗なんて。私の汗なんて。ありがとうございます。山ここはヤヒに目が釘付けになっちゃう。嬉しい、ありがとう、嬉しい。山ここでのヤヒは笑顔あり、決め顔ありで楽しい。うわー、嬉しい。劇場帰り福島県、うん、ダメだ、私読めてない、福井県走ってます。無事帰れるようにな。ありがとうございます。遠いところから公園来てくださって本当に。お気をつけて、お気をつけて。ありがとう、本当にお忙しい中いつもありがとうございます。本当に山ここ魅力的すぎる、嬉しい。山ここ本当にいいよね、もう毎日したい。バラ、ありがとうございます。ほぼほぼヤヒ見てました。ほぼほぼ、え、ほぼほぼにちょっと私的にはなんかえってなったんですけど、いや嬉しいんですけどね、嬉しいんですけど、ちょっとほぼほぼっていう言葉になんかえっていう疑問を覚えたんですけど、どういうことでしょうか。もうずっとでしょ、もう1ミリもすかす、1ミリも話しませんでしたならいいんだけど、ほぼほぼっていう言葉にちょっとピンときました。今日の声はほとんどピーちゃん見れた。うん、待って待って、もう一度なんだけど、ほとんどっていう言葉にすごくなんかピンとくるんだけど、ピンとくるじゃないの、ピンとくるってそれいい意味だよね、なんだろう、ピンとくるっていう言葉の使い方は間違ってるよね。ほとんど、まあ、嬉しいんだけどね、すごくすごく嬉しいんですけど、なんかちょっと違うと思うんですよね。なんかちょっと違うと思うんですよね。
とですよね、ずっとですよね、ずっとじゃないんですか。半々くらい、え半々くらい、悲しい。もう今のこと半分しか見てないの。今のこと半分しか。ヤヒとナイピーさんとの絡みがすごく好き。わあ嬉しい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 。生のりさん大好き。だるまありがとうございます。ヤヒの他に人いたっけ、記憶にないぞ。この拍手の仕方結構疲れ、なんか癖のある拍手の仕方を今しつこいしつこいしつこ、ごめんなさい。ソロ公演じゃなかったっけ。しつこいしつこい。いやでも本当に嬉しい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 。なんとか回答なんていうの、なんとか回答って言うじゃん、こういうの。なんだっけなんだっけな、それすらも思い出せない。あ、模範回答。え、なんか肘痛くなってきた。この拍手の仕方してたら肘がおかしくなってきた。え、肘痛い。待って、今この拍手したおかげでなんか肘痛い。何？え、痛いんだけど。何？今私の拍手の仕方がすごくなんか、え、なんか急に肘痛いんだけど、急に、さっきまで何も痛くなかったのに急に肘痛いんだけど。え、急に肘痛い。ダメだ。え、なんか痛い、なんか痛い。あれ、変な拍手したから。レイちゃんの歯並びに爆笑したって。そう、今日レイナさん、レイナさん、え、どこまでレイナさんお話ししてたんだろう。レイナさんは何のお話ししてたんですか。今日ね、めちゃめちゃ爆笑した出来事があって、これ言っていいのかな、どこまでレイナさん話してたんだろう。どこまでレイナさん本当に面白い。本当にそうそう、レイナさんの、レイナさん今日お弁当で魚が出てて、魚あ、結構ちゃんと話してるんだね、レイナさん。そう、骨が刺さって写真撮った。そう、ゆくゆくお話しすると、まあ、一緒に山ここメンバーでご飯を食べてたんですよ、みんなで。でそしたらレナさんが「やっぱり痛い痛い」みたいな言って、骨刺さったって言って、こう多分上の歯茎も下の歯茎もこう一つの骨が上にも下にも思いっきりこう刺さったみたいで、それで別にそれが面白いわけじゃないんですよ。それはもう大変なことだから「大丈夫ですか？」ってなるわけじゃないですか。レイナさんのこの上にも下にも刺さったんですよ、骨が。それでその後に、マジで面白い、本当に。それでまあその時はもう心配するじゃないですか。で、ね、血出てるってノエさんに、レイナさんがね、レイナさんが血を出てるかっていう確認をノエさんにする時に、その、あの、こう
なんていうのここそうするときになんかキャーダメだもう話せないするときのするときになんかすごいあーってめっちゃ大きな口開けて上見てそうナイさんがこう口の中覗くみたいな で私も血出てるってナイさんが言ったからなんか見たんですよ私もそしたらまあ普通に血出てて別に血が出てることが面白いんじゃなくてめちゃめちゃレイナさん歯並び良くてめちゃめちゃレイナさんの歯並びが良いのとその歯並びが良くてなんて言うんだろう歯並びの良さとその美貌なんていうそのすごく美人な顔をしてるのにこうわーってめっちゃ大きな口開けてこの上向いてその歯茎を思いっきり私たちに見せつけてるのがめちゃめちゃ面白くてそう歯並びその歯並びがめちゃめちゃ良いんですよレイナさんのレイナさんの歯並びがマジでよく良すぎてもうそれが面白くてなんかそれもそうだしそれも面白いしそのうわーってアングリ口開けてそのみんなにその血が出てるところを見せてんのも面白くてめちゃめちゃツボにはまりましためっちゃおもろかったそれで今度その上側を今見せてくれたんですねこう上を向いて上側を一回見せてくれたんですでその後今度下ダメだその後に今上側の血を確認したじゃないですかでその後に今度じゃあ今度下のを見てって言ってまた大きな口開けてここのなんかその下側に刺さったところをまた見せてくるんですよで下の歯もめっちゃ歯並び良くてめちゃめちゃ歯並び良くてもう大爆笑しましたほんと歯並び良すぎてもうなんかめちゃめちゃすごかったそうそれでナイさんがこうカシャカシャ写真撮ってんですよそうそのそれでレイナさんが、ね、見たいから写真撮ってみたいな見たいから写真撮ってみたいな言ってナイさんがそのでレイナさんがあーって口開けてるところをナイさんが写真撮ってるその光景もめちゃめちゃ面白くてもう今日すごい大爆笑した息できなくなるぐらい大爆笑しましたもう本当に面白かったもうツボでしたレイナさんもう全てがツボもう歯並び良すぎなんですよ本当にめちゃめちゃ歯並びいいしめちゃめちゃ綺麗なの歯が本当に本当に面白い本当に面白い大爆笑しました今日はそれでそういやめっちゃ綺麗なんだよなんかもう普通にさレイナさんってさ別にもう笑っただけであめっちゃ歯並びいいって思うけど改めてこうその口の中を拝見させていただいた時にもうなんだろうその分かってはいたんだけど拝見させていただいたら想像以上に綺麗でそのめちゃめちゃ綺麗でしためちゃめちゃ綺麗でしたレイナさんのお口の中がそうめちゃめちゃ綺麗でしたそう歯茎を見せ合えるのそう歯茎見ましためっちゃ綺麗本当にうんうんお口の中を拝見させていただいたんですよレイナさんのそうめちゃめちゃ綺麗で大爆笑しましたハートありがとうございますいや本当綺麗本当に綺麗だったもう住みたいレイナさんの口の中にもうマジで住めるレベルでマジ綺麗めちゃめちゃ住み心地の良さそうなお口の中だった本当にやばいもうすっごい綺麗めちゃめちゃ綺麗
とうございます。ね、住みたい。食べられたい、確かに。レナさんに食べられたい。幸せかよ。いやでも本当に食べられて、もう口の中の住み心地すごいいいと思う。めちゃめちゃもうマジで綺麗、口の中が。おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみなさい。うん、そんな感じでね。もうめっちゃ大爆笑した、今日本当に。もうレイナさんの口の中が綺麗すぎて、綺麗すぎて。めちゃめちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗。うんうん、面白かった。今日もたくさんもらいました。今日めっちゃよく寝れそう。なんか久しぶりにめちゃめちゃ爆睡できそうな気がする。久しぶりに。やばかったもん、だって今日本当に帰りの電車の中の記憶がないぐらい相当眠かったから、多分まだね、多分寝足りないの、まだ寝足りないから、この後、うん、めちゃめちゃ爆睡できる気がする。めちゃめちゃ爆睡できる気がする、今日の夜。あ、そうね、明日の配信を先にお知らせすると、12時から13時半に配信したいと思います。12時から13時半です。明日はよろしくお願いします。明日大阪城ホール行ってきます。ただ新幹線が遅れないかしら。卒業コンサートです。白まみれさんの、明日白まみれさんの卒業コンサート。でも、うん、皆さん、あゆののさ登録の仕方が分かんなくてさ、この後頑張って登録したいと思います。ああいうのの登録の仕方、本当はなんかでき、マジでああいうのできないタイプなんだよね。どうすればいいんだろう。どうすればいいんだろう。そうだよね、なんか何個かありましたよね、見る方法。見る方法何個かありましたけど、あれってない、などうね、なんかあったらまた、まあ、ま、明日ね、ショールームやるし、その時にまたみんなに聞こう。あ、またみんなに聞こう。グッズのバケハかわいいね、めっちゃ怖いよねあれ。ひねさ、バケハにめっちゃ憧れてるんですけど、バケハ、その普段さ、そのお仕事に行く時にやっぱ顔を隠したいわけですよ。その電車の中で寝たりとかもしたいし、そのだから顔を隠したいんだけど、そのこのさ、こういういつも使ってる、こういう普通のつばのついてる帽子でもいいんだけど、あれだと横から見えるんだよね、こうやっても。でもバケハだったら360度あるから、ビッてめっちゃ下にかぶってしまえばめちゃめちゃいいと思ってバケハを買ったの。買ったんですけど、めちゃめちゃちっちゃくて、なんか私の頭に合わない子供用みたいなバケハみたいなの買っちゃって、今その子供用みたいなバケハ毎日使ってる。私の頭のサイズに合ってないバケハ使ってるから、すごくダサい。すごく最近ダサいスタイルでお仕事に通ってる。そう。
ケハ、バケットハット、帽子です帽子。貝殻ありがとうございます。今夜お疲れ様ありがとうございます。そう、もうなんか乗っけてるみたいな、乗っけてるみたいな感じになってる。でもそう、ゲットしないとと思いつつ、ゲットしないとと思いつつ、なんかあーなんかあー前なんとかなってるしなっていう感覚でまだねゲットしてないんだよね。そう、タツノオトシがありがとうございます。明日何で見るのが一番いいんだろう。白間みるさんの卒業コンサート、でもアベマもありますよね。アベマがなんかすごい、そのアベマだとその卒業コンサート終わりのなんか卒業なんだっけな、なんだっけなアベマだと卒業コンサート終わりのなんかちょっとなんかのやつも一緒に見、あそうそう、アフターパーティーもついなんか一緒にできる、一緒に見れるみたいで。ハートありがとうございます。こういうのの登録の仕方が本当にわからないんだよね。SMS しました。あ、SMS 認証してくれたのかな。ありがとうね。ありがとうございます。うん。何でやれば一番いいんだろう。何でやれば一番いいんだろう。何がおすすめ？ニコニコ？このさ、これ何の、これ全然なんか、ひなさ、頭こんなに悪いんだ。やっぱりわかんないんだよね。なんかさ、なんちゃらなんちゃら3500円、なんちゃらなんちゃら4500円、何が違うのかわかんない。どういうこと？ニコニコ生放送、後日配信特別映像特典付き、配信チケット価格3500円。え、どういうこと、なんでこっちの方が高いの、わかんないわかんない。本当にわからない。私説明書とか全然読めないタイプ。ハートありがとうございます。アベマは手軽、そうだよね。アベマが一番なんか簡単そうかな。え、でもアベマだと生で見ることになるからアーカイブとしては見れないってこと？助けて、どうすればいいんだよ。どういうこと？アーカイブにならない？どっちがアーカイブで後々見れるの？いやでも生でしか見れないってこと？アベマだとアーカイブで見れないってことか。待って、ひな絶対これ無理な気がする。多分私すごいこういうのちょっとダメ。何をすればアーカイブで見る？どのボタンを押してんの？どのボタンを押せばいいのかがわかんない。ボタンがありすぎて、どのボタンがだよ、どのボタンが正解なんですかね。それすらもちょっと私ボタンがありすぎて何が正解かがわからない。やばいな私、やばいですね私。リアタイで見れるんですけど、明日リアタイで見るんですけど、でもやっぱり見たくない？2度、2度3度。
か戻したりできないの、後々アーカイブで、後々アーカイブで戻したりとか、10秒前に戻したり、あ、今の白まみれさんめっちゃ可愛いと思って戻したりとかできないですか？何のボタンを押せばいいのか、何のボタンを押せばいいんだろう。ボタンがありすぎてどれが正解なのかわからない。ずっと間違えたやつ買っちゃいそうじゃない？なんかダメだ、私本当にわからない。アベマ見逃し配信1週間。そうなの？じゃあこれはもうアベマでするべきだね。アベマだったら多分簡単にできると思うんですよ。でもそれじゃないとなんかボタンがたくさんあって何を押せばいいのか分からなかったので、アベマにすればじゃあ大丈夫か。でもどう設定するのか全然分かんないんだけど、頑張ってみます。後でどうすればいいんだろう。そうだね、じゃあアベマにします。アベマの方で見てみよう。うん、ありがとうございます。やばい、もうこの時間、説明しなきゃ。じゃあ今日は15分だけなので、ちょっと詳しい説明はしすぎず、一言一言でやっていきますね。今日もありがとう、みんな教えてくれて。じゃあ私アベマで登録してみたいと思います。白まみれさんの卒業コンサート。もう今から登録しとけばいいんですかね？当日じゃないと的な感じなんですか？今から今からできるのか。そうだね、別に前日、そうだね、じゃあ今からプレゼントもらったのかな、海外で初めて送るから心配だな、ずっと言ってごめんなさい。あ、今日届きました。ありがとうございます。皆さん本当にいつもプレゼントありがとうございます。もう公園行くたびに、あ、今日プレゼントもらえる日かなって楽しみにしていくのが私の公園の楽しみの一つでもあります。ありがとうございます。届きましたよ、ありがとうね、カムサムニダ、ありがとうございます。じゃあアベマにしますね。はい、ということで今日もショールームの星最終講座をやっていきたいと思います。なんでね、よく考えたら先に注意点を読んでから説明していく方がいいなっていうことに気づいたんですよ。先に注意点を読んだから、ちょっとこの注意の文字だけ汚いの許してね、昨日も言ったけど、先に注意点を読んでから最終のお話しすればいいんじゃないかなって思いました。なので星最終講座始めたいと思います。いきます、注意じゃん。 SMS 認証をする、これはもうみんなしてあるはずですよね。 OK ですか皆さん？これはもうしてあるよね、もうしてあると思って一瞬で終わらせますね。もう次行きますよ。してあるもんね、みんな絶対してあるでしょ、してよ。はい、次、ギフトは10個連続で投げる、10個連続で投げるとかける1.2ボーナスポイントになるので、絶対に10個ペペペペペペって連続で投げてください。よろしくお願いします。はい、続いて、捨て星した後は絶対他のルームに入らない。 OK、捨て星を45分前にすると思うんですけど、この、まあ後でね、その3週について
その説明するけど、捨て干しっていう行動をした後は絶対に他のルームには入らないでください。次、有料ギフトはかける2.5ポイントなので、有料ギフトも有料ギフト番なので、有料ギフトもあれですね、10個連続で投げたら 2.5×1.2 で3倍になります。すごすぎる。だから皆さんも無料ギフトも有料ギフトも含めて、とにかく10個連続で投げてください。で、この注意を踏まえた上で、この注意を踏まえた上で、ショールーム星投げ3周のやり方を説明していきたいと思います。この注意を踏まえた上で、1、配信時間の1時間45分前までに星を満タンにする。星を満タンっていうのは 99×5 色です。 OK しました。配信の1時間45分前までに。2、配信開始の45分前に捨て干しをする。他ルーム一部屋に入り、星 10×5 色をもらうこと。捨て干しというのは、捨て干しってどういうことかというと、他のルームに入って星を 10×5 色もらうことを、これをすれば捨て干しっていう行動になります。配信会、私の配信開始の45分前です。3、配信か、私が配信を開始したら持ってる星をすべて私に投げてください。でもここで注意点なんですけど、先に星 10×5 色を30秒以内に投げること。それをしてからすべて投げてください。そうしないと、その私のルームに入った時にもらえる視聴ボーナスが無駄になってしまうので、それを無駄にしないために、まずはその星を 10×5 色1色ずつ投げてから全てを投げてください。続いて4、再び星集めに行く。再びこの時は星集めに行きます。はい、この時はマックスが80×5 色です。までしかたまりません。とにかくこの4番は、4番の星集めはもうこれ以上集められませんよっていうのが画面に出ると思うので、とにかくそれまで、とにかくマックスもうこれ以上集められませんっていうまで集めてください。そしたら5番、戻ってきて星をすべて投げる。そしたら2周目完了です。 OK ですか。マックス99にはならない。そう、そうなんですよ。なんでかっていうと、捨て干しをした分と私のルームでさっき星をもらった分があるので、そう、さっき1時間前に捨て干しをしたじゃない、あ、45分前に捨て干しをしたじゃないですか。その一つの分と、今私のルームに入ってボーナ、視聴ボーナスをもらった分が、もうその2回分はもらったわけだから、ここでのマックスでは80までなんですよ。そうだから、まあ、とりあえずこれ以上もらえませんっていうところまで。はい、そしたら5番、また、あ、言ったわ。それで2周目完了です。大丈夫かな、すごく早口になっちゃってる。いきます。6番、制限解除後というのは、捨て干しをした1時間後のことです。捨て干しをした1時間後にが来たら、再び星集めに行きます。 OK ですか。再び行きます。再び星集めに行きます。制限解除されたら、制限解除がされましたら、再び星集めに行きます。はい、それで最後7番、星を2回に分けて投げる。今再び集めに行ってマックス持ってるんですよ。 99×5 色マックス持ってると思うんですけど、それを2回に分けて投げます。なんでかというとか、もうそれさ、考えないでやった方がいいと思ったんだよね。そうだよ、それは別にもう、なんでかというとっていう説明はそんなにいらないと思う。だからとにかくこの例の通り
でのり通りにやっていただけたらなと思います。例えばこれは例なんですけど、星を 90×5 色集めてひなのルームに戻って全て投げてからまた再度他のルームに取りに行って 10×5 色集めて戻って投げてっていう、とにかく2回に分けて投げたら全然その50-50でもいいので、とにかく2回に分けて投げていただけたら、そうそうそう、99個持ったらその1つもったいないことをしてしまうので、とにかく2回に分けて投げていただけたらその無駄になる分がないので、無駄にしないようにここはに最後は2回に分けて投げてください。これで3周目完了です。はい、それで最後8番、50カウントをする。50カウントっていうのはコメント欄に1送信2送信3送信4送信を50までやり続けるっていう、これをすることでポイントがいただけるので、とにかくそう、毎配信です、絶対に毎配信空いた時間に絶対にやってください。はい、そうですね、こんな感じで、はい、終わりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日のショールーム3週講座終わりです。ちょっとこれをこれから毎日していくって、ちょっとなんか大丈夫かな、分かってるよって方もいると思うんですけど、これから毎日イベントのためにちょっとその配信最後の時間にね、ちょっとこういうのをやってしまうんですけど、どうかお許しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。よくわかりました、ありがとうございます。ありがとうございます、ブラボーギフトありがとうございます。はい、ということで、スラスラ説明できてすごいね。自分で言うのもなんだけど、マジでこんなに頭の悪い人がこんな数字の問題さ解けたの本当にすごいって思う。こんなに頭の悪い私がこう数字の計算できたの本当びっくり。勉強になりました、ありがとうございます。ぜひビスのイベントが始まったら、まだいつが始まるかわからないんですけど、説明じゃない発表されてないんですけど、やっぱ毎日やっていきますね、これからも。すごくめちゃめちゃ分かったてって思うと思うんですけど、やっぱり一日一人でも覚えてくれたらそれはもう成果なので、やっぱりみんな分かっててもまだ分かんないよっていう方がこう毎日やっていくことでやっと理解できたってなるかもしれないと思うので、やっぱり全ての方に覚えていただくためによろしくお願いします。はい、勉強した成果が伺えます、わー嬉しい。今までで一番勉強したんじゃ、もうめっちゃ勉強した、もうやな、やっと理解できた、もう自分すごい、もうこれ一生理解できると思ってなかった、一生理解できると思ってなかったのに本当にできてよかったです。3周するだけで1800ポイントくらいゲットできる、それはめちゃめちゃ大事、それはもう本当にめちゃめちゃ大事なので、皆さんぜひね、星3周覚えてください。
あ、やばいやばいやばい、もうこの時間、やばいやばいやばい、はい、ランキング読んでいきたいと思います。いきます。13位ゆうとさん、ありがとうございます。12位アンドゥさん、ありがとうございます。11位マシオさん、ありがとうございます。10位アグさん、ありがとうございます。9位ゆうやさん、ありがとうございます。8位ヤッキーさん、ありがとうございます。7位ティンバレラさん、ありがとうございます。6位ヤマグーさん、ありがとうございます。5位ゆずきちさん、ありがとうございます。4位ケイワンさん、ありがとうございます。3位ゆしかずさん、ありがとうございます。2位モンゴさん、ありがとうございます。第1位ワンくんさん、ありがとうございます。やばいやばい、ありがとうございます。皆さん今日も遅い時間まで、遅い時間に本当にごめんね、夜中に、夜中にありがとうございます。ありがとうございます。手干しがややこしい、いや本当そうなのですよね、本当に。寝る前に干し満タンにしておくと楽です。そうですね、やっぱ干し満タンにするのはその1時間45分前までって言ってるんですけど、その朝とかの場合、朝一そのショールームイベントが始まったらやっぱりもう寝る前にするのが大事です。朝早く起きるんじゃなくて絶対に寝る前にした方がいいですよね。はい、よろしくお願いします。やばい、暑い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 、めちゃめちゃ暑い。はい、明日は12時からの配信なので、12時からのはい、12時からの配信なのでよろしくお願いします。では今日もありがとうございました。ありがとうね、ありがとう。おやすみなさい。公演ありがとうございました。一日お疲れ様です。夜遅くまでありがとう。またね。公演ありがとうございました。おやすみ。バイバイ。ありがとうございました。お疲れ様です。また明日。12時からです。明日のお昼は。今日もありがとう。こちらこそありがとう。またね。おやすみなさい。